はいどうも、マイカラーです。今回の曲、はい、ホットペッパービューティー偏見してみたー。わかる、今のわかるって。大丈夫お前な。どういうことですか？これね、はい、新一持ち込みです。あ、新一なの？はい。これアホやね、俺、ちょっと聞いたけど。あの、ホットペッパービューティーって、うん、すごいカタログとかいっぱい載ってるじゃないですか。うん、で、いろんな写真飾ってるんですけど、うん、まあもちろん中にはね、その、あ、ちょっとこれ、カタログにするほどか、みたいなのとか。うん、大丈夫？これ、訴えられへん？まあ、訴えられないでしょう。っていうのがありますと。はい、で、それに、まあ、その写真を見せるので、うん、好きなだけ偏見を言ってもらうと。だから別にね、大喜利じゃないですよ、うん、いやもうほぼ大喜利やな。だからこれはあの笑うじゃないです、うん、評価基準が。あ、ちゃうんや、はい、違うん、うわ、分かるわが基準になります。あ、それが1本1本です。はい、というわけで、うん、今回、写真をですね、はい、何枚かお見せしますので、はい、まあ好きなだけ偏見言って終わろうぜっていう企画になってます。はい、はい、偏見言えなかった人が、はい、今回罰金になります。はい、というわけで一人一個ずつね、はい、書いた人からはいと言って出してもらうという感じでいきたいと思います。はい、早速いきましょう。今回の罰金ルール。はい、では、1枚目の写真、はい、こちらです。OK。 これ大喜利じゃないですかね、写真で一言とかじゃないんで。そうやな、はい、偏見を言うだけなんで。はい、はい、じゅんじゅん。偏見やな、まだ、うん、偏見。なんかわからんけど、うん、借金200万。ちょっとわからんなぁ。でもそういうことです。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 先に200万ありそう。はい、そうっていう偏見。偏見。セーフや。これ回答権1回でこと。1回です。ほな俺終わり。はい。罰金です。罰金。はい。あれ罰金か今の。はいはい、マサイロ。はい、マサイロ。ハゲ隠し10年目。あ、そうこれ。バキンバキンバキン。めちゃくちゃ先を動いてんのよ。ほんまに偏見か。そうや、偏見言うだけやからな、これは。もう一個いくで。ずっと優しい父親だったが、ナムヘイの影響で威厳ある父親になると決めた日。この動画が面白いと思った方は、いやもうだからさ大喜利。はい、罰金。はい、もう帰ってもこんな。はいはい、タク早い。大道芸やってそう。ああ、はい、タグセーフ。ナイス偏見です。いや、こういうことや。やってます、絶対駅前で。絶対やってるもん。何倍駅前でやってそうって感じですよ。わー、今のいいな。今のいいわ。うまい。うまい。偏見。人を見た目で判断する企画です。最低な偏見な企画やで。はい。はい。マサイロ。売れてないファッション雑誌作ってそう。うわー。偏見。めっちゃ見とった。おるわ。おるわ。知らんやろ。おるわ。何やねん、おるわ。おるわ。はい。はい。いきまーす。元ダンス部副部長。こいつちょっと笑い聞きせえ。笑い言い始めて。せっかくこっちが言ったのに。ノー偏見。強め強め。はい、というわけで今回2問目は、2枚目か。2枚目はタクとマサヒロ。偏見編ということで、はい、とりあえず3枚目。OK。じゃあ、お前男多いな。女出してこいよ。ちょっと難しいな。難しいな。朝色早い。はい、いいっすか。どうぞ。家の外壁もピンク色そう。なるほどな。
ノー偏見。強いな。強いにとどまる。はい。はい。全然。はい。AB 型。うわ。うわ。偏見それ。偏見よ。めっちゃ偏見それ。めっちゃ偏見。ずっと AB 型やわ。いくで。はい。メイド喫茶にハマって何年？え、ちょっと最初の俺のやつに似てない？いや、これ、いや俺は好きやね。好き嫌いじゃないからな。まあ、さ、偏見か、決めんな量だよ。偏見か偏見じゃないか。偏見。おっ、偏見。偏見か。ナイス。大変ね。メイド喫茶行ってたよなと思って。ごめん、ほんま、や7年やねん。いや、偏見、ほう、偏見よ。いや、7年やってんな。偏見です。偏見。まあ、動画の尺的にラストですね。ラスト。はい。こっちです。まあ、はい。でもこれは乗ってるぞ、一個だよ。大丈夫、ホットペッパー。マジ乗ってるんです。ホットペッパーにな。はい。見ていい？うん、はい、マサヒロどうぞ。いきます。チワワ3匹飼ってそう。うわ、めっちゃわかるよ。っしゃ、お前それめっちゃわかるわ。めっちゃ偏見。もうめっちゃ飼ってるわ。それわかるわ。めっちゃわかる。え、でも飼ってんねんな。飼ってんねん。飼ってるわ。うん、え、めっちゃわかるわそれ。あの、いくね。はい、はい。若い頃真面目やったけど、大人になってからちょっと悪くなっちゃった。逆パターンな。そう、俺それ思ってた。俺の偏見にも。めっちゃ偏見。めっちゃわかるわ。ちょっと若い頃は大丈夫ね。昔悪かった人こうはならんねん。ならんねん。大人なってそうだな。昔悪かった人大人だったら大体短髪のなんか。そう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 。短髪のな。短髪のちょっと色黒。ちょっとさ、短髪のちょっと色黒いね。昔悪かった人。うわぁ。言いながら来てるよ。言いながら来てるよ。どうしようかな。俺ラストやもんな。最悪や、3番行きたくなかったんな。はい、行きます。ラスト。はい。はい。魚介アレルギー。これおもろいし、おもろいし、偏見やねんけど。ちょっとわからへんねん、今それは。どう？偏見！ハマってた。はい、終了。徐々にやっぱ掴んできたね、二人も。ああ。徐々にね。はい。なるほど。ということで、罰金が、俺100円。はい。多分ワン100円ですよ。はい。俺多分200円。そうですね。うん。はい。というわけで、今回400円罰金と。はい。いうことで。どうですか、この偏見シリーズ。いや、おもろかった。おもろかった。これ多分一番面白かったな、あいつ。一番おもろかった。何のリスクもないから。いや、こっちがおもろくやから、おもろかった。はい。というわけで、まあ、新一申し込み企画やって、ってみたんですけど、はい、いいの考えたね。これなんぼでもできるから、ね。なんぼでもできる。ほんまに。これ人気出たら第2回ちょっとぜひやりたい。やりたいな。はい。ということで、はい、また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくね。